モデルプレスをご覧の皆さん、こんにちは。ファッションダイバーのももちこと牛井ももこです。早速今回は今年使って良かったなと思うベストコスメや最近の一軍コスメを皆様にご紹介させていただきたいと思います。じゃあまずは私のベスコス2020のベストコスメからご紹介させていただこうと思います。じゃあまず一つ目はですね、シューエムアンリミテッドグロープルイド764番、リキッドなんですけど塗ったらパウダーみたいなサラサラになるファンデーションで、マスクに本当につきにくくて、このファンデーションがあれば崩れも結構しにくいし、マスク以外も気にならないしっていうので、今年はすごくマストになったアイテムかなと思います。お次はですね、キャンメイクのスリーウェイスリムシェードライナー01番、これがめちゃめちゃに良くて、私もともと二重じゃなくてちょっとこう線が入っている一重寄りの目なんですが、ダブルライナー、スリーウェイライナー、こういうものが必須になってくるんですよね。もうないと毎日顔が完成しないというか生きていけないレベルの大切なのがダブルライナーなんですが、数あるダブルライナーを使ってきた中でもこちらは本当に引きやすくて極細、失敗しにくい、本当にこれはもうなくてはならない存在になっています。次が TI リップ更新用美容液、こちら私が普段から通っている美容皮膚科さんが作っているリップなんですけど、塗ると本当に唇がめちゃめちゃぷっくりなってくれるんですよ。なんだろう、ティントとか塗るとすごく唇って荒れやすくなっちゃうんですけど、これを塗ってからティント塗ると全く荒れずに使えるのですごくお気に入りです。お次がメイベリンのセンセーショナルエフェクトアイシャドウっていうものなんですが、こちらはリキッドのアイシャドウになっていて、まあ、こんな感じでね、筆もになっててチップで塗るタイプなんですけど、私が使ってるのは涙袋に使ってて、どんな色のメイクにもこれを塗ることによって涙袋が 100% でぷっくりしてくれるアイテムになってます。これ一回使ったら多分他の涙袋いらないんじゃないかぐらいめちゃめちゃいいです。涙袋用じゃないと思うんですけど、涙袋に塗った時に革命が起きて、指にチョンって取ってこの黒目の下につけて、わかりますかこの、わかる、結構差ありませんか。しかもなんかギラギラしすぎるラメ感じゃなくて、本当にしっかりと濡れ感が出るような感じになってくれるので、マジでおすすめです。ぜひここに塗ってほしい、黒目の下で。お次はですね、デザンドのラフティングブロスリップ101番っていうものなんですけど、これもめちゃめちゃに良くて、さっきから私このセリフ何回も言ってますよね。なんか本当にこう塗るだけで超プルプルになれるリップで、もう唇生まれ変わったんじゃないかぐらいめちゃめちゃプルプルになるリップなんですよね。普段のティント仕込んでその上にこれを塗ると生まれ変わります、唇が。しかもめちゃめちゃ安い、私これ多分6、7本ぐらい持ってます、いろんな色で。こちらがもうなんか絶対買って後悔しないベストコスメです。私の一軍コスメはちょっと悩みすぎてさっき2個から3個に増やしてもらったんですけど、これです。まず一つ目はこちらのミラノコレクションのフェイスアップパウダー2020おしろいってやつなんですけど、これもめちゃめちゃに良くて、これを崩れにくいファンデーション系を塗った上にこのおしろいパウダーをつけると崩れがすっごく綺麗になるんですよ。塗った瞬間はちょっと粉っぽいんですよね。だけど本当に数時間経つと、その数時間経った時の崩れ方が今まで使ったパウダーと全然違って、ファンデーションが崩れてるってよりも全体的にちょっと馴染んできて、若干こうファンデが密着して馴染んできたよぐらいの崩れになるので、時間経っても怖くない肌になれるのですごくおすすめです。お次がですね、これもめちゃめちゃによって、それがキャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズの19番、これ私個人的にその自分の YouTube でのお気に入り動画、今月のお気に入り動画とかでも出してるぐらいめっちゃお気に入りなんですけど、カラーが本当に絶妙な色が入っていて、本当に下色がないです。これを塗ると目がしっとりする、濡れ感がある目になってくれるし、粉飛びとか全くせずにすごく密着度も高いです。これがあれば目が完全に完成します。肌なじみのあるピンクってなんかデートとかに向いてたりとか、ちょっと今日可愛くなりたいなっていう時とかにすごく、やっぱり女の子ってピンクがテンション上がるので、なんかそういうのにも一番適したカラーかなと思います。キャンメイクさんのアイシャドウめちゃめちゃ優秀です。優秀とかなんかすごいおこがましいんですけれども、すごく大好きで使わせていただいております。最後がロモアンドのジューシーラフティングティントの18番、これが先ほどベスコスで紹介したこれとの2つの使い方がめちゃめちゃに良くて、ロマンドさんのティントって本当に1回つけたらご飯食べたりしても全
て乾燥しないところなんですよね。ティントなんですけどすごく潤ってくれて、グロスリーダスだけどしっかり色をつけてくれるっていう感じなんですけど、これプラスでこのセラノのリップを塗るとさらに唇がぷっくりして、すごくこうベストなペアというか、これ使えば絶対可愛い唇になれるっていうセットかなと思います。やっぱりベースメイクですかね。結構仕込みます。鼻周りに仕込んでコントロールカラー塗ってみたいな、肌もちっとさせてからファンデーション塗ってしっかりこう叩いて、コンシーラーとかももう重点的にこうちょっとちょっとやったりとかで、肌がすごい綺麗な女性って綺麗に見えるのかなと思うので、あとはやっぱマスク崩れしたくないのでベースはしっかり仕込んどかないと、マスク外した時に目が輝くとベース崩れてたら元も子もないので、結構ベースメイクは時間をかけてます。朝は絶対拭き取り化粧水でお顔をこのように拭き取って、お化粧水、朝はクリームとか塗らずに乳液をするようにしてて、クリーム塗ると油分が多すぎて逆に崩れやすくなってしまうので、夜はクリーム塗るんですけど朝は乳液を塗ってティッシュオフしてっていう感じにしてます。なんか昔はツヤっぽいファンデを使うとかだったんですけど、今は崩れにくいベースメイクをして上からツヤ感を乗せるっていうのを結構しています。自分でイエベだと思ってて、イエベ向きのピンクっていうのをよく使います。今日使ってるこれともイエベ向きのピンクで、なんかイエベの方って大体みんなオレンジとかテラコッタとかそういうカラーを結構使われる方多いんですけど、私は意外とイエベ向きのピンク、なんかくすみピンクというかそういうカラーをよく使ってます。ピンクって結果可愛いんですよね、女の子使うと。なのでそこは結構日々探してますね。全般だと毎朝青汁を飲んでます。もともと結構便秘がひどくて、食べてどんどん溜まっていくのが体的になんか嫌だなと思っていて、健康を気にしていらっしゃるマネージャーさんがいらっしゃって、その方に青汁をお勧めされて飲み始めたら、すごくこうお腹がすっきりしたので、そこから毎日飲むようにしてます。今日も飲んできました。いやすっごく楽しかったです。この本を作るにあたって全部生配信で発信してきていて、22時からインスタライブを毎日してるんですけど、みんなに聞いて見たい企画を募集して入れたりとか、なんかタイトルを決める時もファンのみんなと一緒に生配信で決めたりとか、ファンのみんなと一緒に生配信で作った本っていう、一緒に育てた本みたいな、みんなで作った方が思い入れ強くないですか。体育祭とか一人でやるよりもみんなと一緒に体育祭したらえーって涙流すみたいな、そういう感覚で作った本なのですごく楽しかったです。ずっと出すのが夢で、ファンの子にもスタイル出したい、スタイル出したいっていうのを2年ぐらい言い続けてきたので、みんなとの夢が叶ったって感じです。やっぱり文字現象とか言ってこうファンの子が言ってくれるようになったのも、なんか私は本当に生配信のおかげだなと思っていて、毎日22時からインスタライブで生配信しているので、動画とかと違って編集ができないので嘘がつけないから、自分の思っている熱量とかはそのまま直で伝わるツールだと思っているので、やっぱそれを毎日することによって信憑性とか信頼性とかも築き上げられて、コアのファンの子がいっぱいこういてくれるようになって、夢が叶えられたかなと思っているので、今回これを出すことにめっちゃ嬉しいですけど、生配信しててよかったなっていうのを改めてなんか実感した瞬間でしたね。今回はその本出すっていう夢が叶ったので、なんかファンのことを一緒にこう生配信でブランドとかプロデュースしたりとかしたいですね。お洋服のプロデュースとかコスメのプロデュースとか、ファンのみんなと一緒にそういうブランドを一からまた作っていくっていうのも、なんかみんなと一緒にまた作るっていうのが楽しそうなので、プロデュースとかしてみたいかなと思います。夢を叶える秘訣は、どんだけ熱く熱狂的でこうオタク要素があるかみたいな、ファッションオタクなんですよね。とにかくファッションが好きで、ファッションオタクだからこそファッションについてめちゃめちゃ語れるし、どんなところまで追求できるし、どんなところまででも努力を継続できる、なんかどれだけその好きなものに対してオタクになれるかっていうところがすごく重要なんじゃないかなと思います。やっぱオタクの人ってすごい詳しいし、すごい熱狂的じゃないですか。その熱狂的な熱意が見てる人にも伝わったりとか、なんか夢を応援してくれる人にも伝わったりするんじゃないかなと思っているので、追いかけている夢にどれだけオタクになれるか、オタクになろうっていうことです